パラナガー反乱源の衛星写真、河川の交流地点に位置する10年に一度の洪水で、水に覆われたワイト島の氾乱源氾乱源とは、抗義には、河川の流水が洪水時に、河道から氾濫する範囲にある、低地部分の総称である。競議には、川成堆積地形の小地形の一種で、中石平野の内田交流路の発達した低地であり、線上地と三角州との間にあたる部分を指す。 自然堤防帯、氾濫平野、妥高原とも言う。ここでは、競技の氾濫源について解説する。氾濫源は、自由妥高流路を形成する河川の氾濫によって、氾濫水に含まれる、採設物の体積と、その流路の移動によって形成される。氾濫水に含まれる、採設物は、扇状地のそれよりも、細流で、三角州のそれよりも素流である。 出水時には、流路から河川水が越し流し、河岸沿いに自然堤防と呼ばれる微地形を形成する。自然堤防は氾濫水に含まれる砂が堆積してできる堆積地形であり、氾濫源の微耕地として認識される。氾濫水に含まれる泥は流路から遠方にまで運搬され得るため、流路から離れたところでは泥が堆積してできる高輩低地と呼ばれる微低地を形成する。 泥で構成される地盤は水はけが極めて悪いため、高配低地は部分的には湿地や泥ン地となる。大規模な出水によって自然堤防が破裂すると、クレバススプレーと呼ばれる微地形と堆積物が堆積する。これは自然堤防を侵食して生じるクレバス状の溝、その直下に生じる落ち堀と呼ばれる滝壺状の溝などの侵食地形と、 その下流に生じるサンドスプレー、ローブと呼ばれる中からソリューサで構成される堆積地形の総称である。自由凧流路は反乱源を自由に行移動する。湾曲部の攻撃斜面側では既存の反乱源の地形面を侵食して行崖と呼ばれる侵食地形を形成する。一方の滑走斜面側ではポイントバーと呼ばれる堆積地形を形成する。 ポイントバーは川床を転がりながら移動する粒手や、素流の砂が堆積してできた地形であり、その表面には、スクロールバー、リッチと呼ばれる微ー地とスウェールと呼ばれる微低地が分布する。蛇行が大きくなると蛇行切断が生じ、本流から切り離された流路は川跡床となる。三日月湖では氾濫水に含まれる泥が堆積し、急稼働と呼ばれる微低地となる。 氾濫源は上述したように、自然堤防、高輩定地、ポイントバー、クレバススプレーなどの備地系の集合からなる。氾濫源の土地利用は備地系によって異なるが、洗浄地よりも水を得やすいため水田が多い。氾濫源の自然堤防は、砂質の地盤であるため、水はけが良い。そのため、古くからの集落や自社などが立地する。大規模な出水時には浸水するため、 集落の周囲に和獣が見られることもある。水田は少なく、主に畑や果樹園などに利用されてきた。氾濫源の後廃低地は、低質の地盤であるため水田が多く見られる。後輩出地はかつては島畑、掘り上げ田などが多く分布し、近代以降は、新殿開発が進み、近年では、人工的な土地改良工事により、宅地化が進行中である。 氾濫源は平坦で水の供給が良く植物の生育には公的な条件が多い。反乱喉に上流から粘土や植物の種などが流れ着き植物が繁茂しやすい。他方で洪水の度に洗い流される環境なので安定的な植物群落は成立しにくい。地下の水位が高いのも森林の成立には向かない。そのために 樹木の生育は限られ、ニセアカシナ柳類など特定の樹木の実が出現する。ありがとうございます。